こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、スーツという検索ワードで出品検索してみた、スーツが欲しい人、見ないと損しますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー、この動画では、スーツという検索ワードで売れている商品ですね、えー、調べてみましたら、ぜひね、紹介させていただきます。はい、えー、こちらですね、スーツと、えー、入力してください。ここですね、売り切れとですね、完了ですね。 えそうしますとですね、実際スーツがね、結構売れてるんですよね。まあ、男性、女性、両方ですね。まあ、いろいろなんかありますので、びっくりしたんですけど、あの、これがびっくりしたんですね。8000ですよ。すごい安くて、商品もですね、結構綺麗なんですよね。それで8000なんですごいびっくりしたんですけど、もう普通のあの、これ普通の量販店で売ってる、あ、新品ですね。すいません。これ新品ですね。が、あの、8000なんですね。これすごい安いんで、びっくりしました。 はい。で、あの、これ、ちょっと気になったんで、出品者の方、ここですね。この、ID ちょっと見てみました。結構375なんて、結構ね、あの高い方なんで、びっくりしたんですけど、これ、この方、スーツ専門店ですよね。スーツ専門に転売やってる方みたいで、結構いろいろ置いてあるんですよね。で、5000円とかね、これ、すごいですよね。 ここら辺はちょっと高いですね。4万2000円とかで。でも、それでも安いですよね。なら、ぜひね、あの、スーツ欲しい方は、これ、スーツ専門で売ってる、ま、あ転売やってる方結構いますので、ぜひね、こういった方から購入するも一つの手ではないかと思いますね。はい。そうすると、安くなりますので、ぜひね、ま、参考に見ていただければいいかと思います。はい。はい。えー、l i n 登録お願いします。ライン登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、 プレゼントしますニックネームかスタンプお願いします。あとですね、YouTube から一切受け付けてません。LINE や登録をによろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録をお待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。